ナイファニューヨークキャンパスニューヨークフィルムアカデミーはニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区に本部を置くカレッジ。2012年現在職員400人、学生6000人以上を抱えており世界でも最大規模の映画学校である。ロサンゼルス校は USC、UCLA、AFI と並びハリウッドを代表する映画学校として知られている。 1992年の開校時はトライベッカフィルムセンターに校舎を構えていたが、1994年にユニオンスクエアの旧タマニーホール集会所であったコロニアルリバイバル建築の建物へと移動した。修士号、学士号、純学士号を取得することができるのに加え、1年間と2年間の専門学校コース、短期のワークショップを提供している。それぞれ映画、俳優、 写真、3D アニメーション、ゲームデザイン、プロデューサー、脚本、デジタル映画、撮影、ドキュメンタリー、ブロードキャストジャーナリズム、ミュージカル、ミュージックビデオ、デジタル編集の事業を世界中で行っている。略称としてナイファが用いられる。映画、テレビ、舞台のプロデューサーであるジェリー・シャー・ロックにより設立された。実践から学ぶという教育理念のもとに、 プロの現場に近い学習を行っている。映画制作プログラムの授業は制作現場の各パートをチームごとにローテーションで担当し学習する。創設者、ジェリー・シャーロックは2005年のタイム誌に対し意欲的な若い映画制作者の両親や親族からの要望から着想を得て、同行を開校、実践的な内容を中心にカリキュラムを編成したと話した。 学位取得プログラムは映画制作、ドキュメンタリー映画制作、俳優、写真、3D アニメーション、ゲームデザインがある。学位取得プログラム、ワークショップ、短期コースは以下の場所で行われている。世界的に有名なメトロポリタン美術館とも3年間にわたってパートナーシップを結んでいる。関係組織と密接に連携し、カリキュラムの構成、スタッフの教育、 そして学生が使用する映像作成設備に対し投資を行っている。さらにはすべてのアートの重要性と価値等を維持し保護することを表明している。パートナー機関は以下映画制作もしくは俳優の1年コース、2年コース、MFA プログラムで奨学金を必要とする学生は最大1万5000ドルの奨学金を申請できる。現在までにニューヨークフィルムアカデミーは ニューヨークシティデパートメントオブエデュケーションより100万ドルの奨学金資金を提供されている。ニューヨークフィルムアカデミーと協力関係にある大学で、専攻に関連した学位を取得することができる。教員は、ティッシュスクール・オブ・ザ・アーツ、コロンビア大学、AFI ・カンサー・ベトリ、南カリフォルニア大学、スタンフォード大学、ハーバード大学、イエール大学、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校などから引き抜いている。スティーブン・スピルバーグやベン・スティラーなどの著名人が講演を行っている。ナセドに認定されている。ありがとうございます。